2年連続のアレを逃した阪神は、藤川新監督を迎えて新たな布陣で V 奪還に臨みます。V 奪還のため大幅な血の入れ替えを行い、戦力を拡充。現役ドラフトの候補もほぼほぼ絞られてきました。阪神は現役ドラフトで大竹耕太郎、漆原大成を獲得しており、現役ドラフトにはいい印象を抱いていることでしょう。今回の動画では、阪神から現役ドラフト候補にリストアップされるのは誰になるのか、そしてどのポジションの選手を獲得するのか検証していきます。優勝を逃した今オフの阪神は粛清の嵐。今オフで支配下から外れた選手を見ていきます。まず引退した選手は秋山拓実。青柳晃洋はポスティング制度を利用しメジャー挑戦を表明。戦力外通告をした選手は梶谷蓮、岩田雅樹、片山優也、遠藤城、高浜優斗、ノイジーとミエセスが自由契約と発表されており、すでに帰国しています。秋山は2009年ドラフト4位、2017年にはキャリアハイの12勝をマークするなど、2021年まで先発の柱として活躍。それ以降は持病の右膝の痛みと戦いましたが、結果を残すことができませんでした。そして今オフに引退。引退後は球団好きのベースボールアンバサダーという新ポストに就任します。青柳は2015年ドラフト5位、2019年に芽が出て先発ローテ入りを果たします。虎のエースとして活躍しましたが、今季はフォアボールからの自滅が目立ちました。12登板にとどまり、2勝3敗、防御率 3.69 と、エースとは言い難い成績に終わってしまいました。来季の復活をと願っていましたが、まさかのポスティングでの海外挑戦を表明。近年の成績から不安視する声も多いですが、日本を代表する変則右腕として活躍を期待したいです。梶谷は2度目の戦力外となりました。今季は13登板で2勝1ホールド、防御率 4.50 と思った成績を残すことができませんでしたが、2軍では29登板、2勝1敗、2セーブ、防御率は驚異の 0.68 と無双しています。ウィップも 0.99 と高数値を残しており、まだまだ活躍が期待できそうです。すでに楽天が獲得調査に乗り出しています。岩田は2020年育成ドラフト1位で入団。2022年に支配下登録を勝ち取りましたが、残念ながら一度も一軍でチャンスを与えられることもなく、戦力外となりました。わがままを言えばもっと見て欲しかったと涙しており、現役続行を希望しています。二軍では46登板で1勝2敗、防御率 2.11 と安定した成績を残しており、岩田もすでに DeNA が獲得調査を開始との報道が出ています。片山の一軍出場は2022年の2試合のみ、二軍では捕手とファーストを守っていましたが、今シーズンで30歳を迎えており、戦力外は仕方がないかというところです。現役続行を希望しており、トライアウトも見据え調整していくようです。遠藤の戦力外は衝撃的でした。今季または来季には必ず一軍デビューだと思っていた虎党は多いのではないでしょうか。今季は2軍で最高出塁率、リーグ2位の30盗塁を記録しています。主に二遊間を守ることが多かった遠藤ですが、おそらく今後芽が出てくると思われる小畑竜平、山田修也らと俊足高打の同タイプであり、天秤にかけた際に遠藤を切るという判断になったと予想します。現在オリックスが育成での獲得を検討しています。高浜は2022年オフに日本ハムからトレード移籍。一軍での出場はなく戦力外となりました。現役続行を希望していますが、トライアウトは受けず、他球団からのオファーを待ちます。これで引退、ポスティング、戦力外、自由契約で支配下が9枠空いたことになり、支配下登録者は59人。すでにドラフトで5人の交渉権を獲得し、残りは6枠。また、阪神は6年ぶりに FA 参戦を表明。淡井球団社長から、いい選手が出てくれば、FA 外国人はセットで考えているので、補強ポイントの選手が出てくれば考えます、との発言があり、FA と外国人で1、2名。DeNA 戦力外の楠本大志を調査と報道が出ており、獲得となれば残り3、4枠。この枠は、育成からの支配下登録と、
今季筒香が日本球界に復帰した時のようなシーズン途中で緊急フリー枠といったところでしょうか。現在阪神は FA 権を獲得した選手を多く抱えており、今後の支配下枠は流動的で、 FA 権の行使状況によっては追加の外国人選手を獲得せざるを得ないでしょう。では次に現役ドラフトでどのポジション選手を出しそうか見ていきます。阪神は現役ドラフトでどのポジションの選手を出しそうか。今回のドラフトでは投手3人、捕手1人、内野手1人、育成ドラフトでは投手2人、捕手1人、内野手1人を獲得しています。投手中心の獲得になりましたが、注目すべきは捕手を2人獲得している点でしょう。捕手の獲得は2021年の中川隼人以来であり、同年ドラフトで捕手2人獲得となれば、今と仕組みは異なりますが、2006年ドラフトまで遡ります。それだけ梅野、坂本の後釜を探すことが急務となっているように見えます。そのため捕手からは現役ドラフトで放出することはないでしょう。内野手はどうでしょうか。 FA 権保有で流動的な大山雄介、サードの佐藤輝明が固定されており、二遊間は木浪聖也、中野拓夢のポジションを小畑龍平や山田修也らの若虎たちが狙っている状況です。大山が FA で流出した場合を考慮し、井上康太のファーストコンバート案も上がっています。内野は主力選手や成長株、また貴重なスーパーサブ選手が固まっており、現役ドラフトの出場機会に恵まれない選手という目的に合っていないと考えられるため、内野手からも放出はないと考えます。では外野手はどうでしょうか。外野手は阪神の中で最も争いの激しいポジションです。レギュラーの近本浩二と森下翔太、ほぼレギュラーを掴んでいる前川右京がいる中で、野口恭介、いつぼひなせの2022年ドラフト組の目が出ている状況です。他にも2軍では成績を残していますが、1軍に呼ばれない選手が多数いて、外野手は溢れている状況です。またドラフトで外野手を獲得していないことを見るに、外野手はこれ以上不要と判断している可能性が高く、外野手から現役ドラフト候補が出てくるでしょう。最後に投手です。阪神は投手王国になってきています。藤川新監督からいい投手がたくさんいるなと実感しますと豪語するほどです。先発投手では今年不調だった伊藤将司を除いても、才木浩人、村上頌樹、大竹耕太郎、西勇輝と残留がほぼ確定と予想されるビーズリーがおり、5人の安定した投手がいます。中継ぎ抑えを見ても、桐敷拓磨、岩崎優、石井大地と、こちらも残留確定と予想されるゲラがおり、盤石な体制です。その他、ベテランの岩貞雄太や島本博也、成長株の門別慶斗や茨木秀俊らもいるため、2軍で埋もれてしまっている選手がいることは事実です。そのため、投手からも現役ドラフト候補が出てくると考えます。こうして阪神の編成を見ると、外野手と投手を中心に不動のレギュラーがいるために、なかなか一軍のチャンスが与えられない選手がいることがわかります。こうした状況を踏まえ、実際に現役ドラフト候補の選手を検証していきます。候補1人目、小野寺暖が最有力候補と考えます。2019年育成ドラフト1位で入団し、2021年に支配下登録、今年の一軍出場は25試合のみで、打率は自己ワーストの1割4分8厘で終わっています。ただ、成績を落としましたが、2021年から2023年までは2軍で3割前後の打率を記録しており、2021年には2軍で首位打者、最高出塁率を受賞するなど、実力は確かです。しかし、1軍では外野のスタメンはほぼ固まっているのに加えて、若虎の成長が著しく、付け入る隙がありません。さらに大山が FA で流出となれば、長打のある内野手または外野手が欲しくなる中で、小野寺はどちらかというと高打タイプです。実力は確かですが、出場機会に恵まれないという、まさに現役ドラフトの目的に合っている選手ですので、候補の一人に挙げます。候補2人目、外野手の豊田博史です。2021年ドラフト6位で入団し、来季は28歳です。今季2軍では90試合に出場し、
打率2割9分4厘、41打点、2本塁打、OPS766 と好成績を記録するも、1軍では11試合のみ出場でほとんどが代打起用。打率も2割1分1厘と結果を残しているとは言い難い状況です。また阪神の右の外野手に限ってみると最年長であり、序列としては下位になってしまいます。本人も立場的にはしっかり結果を出さないといけないと立場を理解しています。11月3日、9日の紅白戦2試合で5打数4安打の固め打ちを見せています。現役ドラフトで外野手を出すなら小野寺が優先されるでしょうが、小野寺を来季の戦力として残したい、そんな思惑がフロントにあるのであれば、豊田放出もあり得るのではないでしょうか。豊田にチャンスを与える意味でも、豊田が現役ドラフトに出る可能性は大いにあると考えます。候補3人目。次は投手の鈴木優斗です。2021年ドラフト2位で入団。ここまで1軍登板はありません。2023年は先発候補として21試合に登板。5勝2敗、防御率 3.69 と1軍昇格への希望が見えましたが、今季は2軍で16試合に登板。0勝3敗、防御率 4.62 と結果を残せず。原因としては制球力の悪さが挙げられます。自滅してしまう投球が続いています。今年のドラフトで育成ドラフトを含めると投手を4人獲得しており、立場が厳しくなっています。しかし、制球が安定している日はズバッと決まるストレートと変化球を織り交ぜながら打者を圧倒しています。環境が変われば、指導者が変われば、もしかしたら制球力が安定し覚醒するかもしれません。現役ドラフト候補の筆頭格です。候補4人目。最後は西純也です。サプライズ的な選択になるかもしれませんが、戦略的には十分あり得ます。2019年ドラフト1位、高卒1年目から1軍のマウンドを経験。そして2022年には14試合に登板し、6勝3敗で防御率は 2.68 と貯金を作る活躍を見せます。先発の柱として未来のエースとして期待されていましたが、近年は調子が安定せず、調子の良し悪しがはっきりと出てしまう登板です。そのため起用法を変更して中継ぎでの起用が増えてきており、今季は4試合のみの出場で全て中継ぎ登板、0勝1敗で防御率 2.70 で今季を終えています。しかし西は来季24歳と若く伸びしろがあります。そんな西を現役ドラフトで出せば上位指名を受けること間違いなしでしょう。そうなればもしかしたらお宝選手を獲得できるかもしれません。実際昨季は2017年ドラフト1位の馬場康介を放出しています。また鈴木と同様ですが、現役ドラフトで移籍し、環境が違えば調子が安定し、以前の西らしい投球を見せるかもしれません。戦略的にも西のためにも、西の放出はありえない話ではないと考えます。阪神が欲しい選手ポジション。こうして阪神の編成を見ていくと、全体的にどのポジションも飽和状態であり、戦力としては十分な状態と言えます。強いて言うなら、大山が FA 行使を視野に動いていると報道があるため、ファーストを守れる大砲が欲しいところでしょうが、ここは井上にファーストへのコンバート案が出ていますし、是が非でも補強したいわけではないでしょう。2年前の細川誠也やホークスのリチャードのような未完の大器がいれば、ポジションに関係なく取りに行くことはあるかもしれませんが、強いて言えば投手になってくるのではないでしょうか。実際過去2回の現役ドラフトも大竹耕太郎、漆原大成らの投手を獲得していますし、どちらも戦力になっています。それに即戦力になるのであれば、投手は何人いても邪魔にはなりません。漆原大成以外にも現役ドラフトの投手は佐々木千早、鈴木博、長谷川武弘が活躍しました。阪神は引き続き投手獲得に動くと考えます。現役ドラフトは誰が出るのか、誰を取るのか、ご意見やあなたの予想がありましたらコメント欄でぜひ教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら高評価ボタンをよろしくお願いいたします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次回も興味深い動画を投稿しますので、チャンネル登録をしてお待ちくださいね。